どうも、最近ヒカルさんの動画にハマってます。懲罰モンキーです。ヒカルさんの動画を見ていてノンタイトルという番組にたどり着きました。そこで本日はノンタイトル出演中の元ボートレーサーマルコメこと鈴木啓太さんについて紹介したいと思います。番組内では大注目の鈴木さんですが、果たしてボートレーサーとしてはどうだったのでしょうか。早速見ていきましょう。それではまず知らない方もいると思うので、ノンタイトル内での鈴木さんのことを軽く紹介しようと思います。ノンタイトルとはヒカルと朝倉未来主催の事業立ち上げを目指す男女6名の若者が3ヶ月間の共同生活をしながら事業を作り出す様子を追う新しい形のドキュメンタリーショーです。鈴木さんはこのノンタイトルに参加するためボートレーサーを引退。番組内ではチームレッドに参加しルームウェア事業を提案していました。まずすごいのが街頭インタビューで1000人以上からアンケートを取るような圧倒的な行動力を見せたことですよね。他メンバーが1日20人前後しか取れていない中、鈴木さんは1日で100人を超えるインタビューを実施していたことを考えるとめちゃくちゃすごいと思います。チームレッドのリーダーとしてみんなを引っ張っていこうという気持ちがあったんだと思います。そんな活躍を見せた鈴木さんですが、とある大事件をやらかします。苦しい資金状況の中、会計担当から3万円を借りたと思いきや、資金を増やすという目的で競艇場へ足を運びます。元ボートレーサーという経験を生かしてここでは11万円まで買ったのですが、その後パチンコで全額すってしまうという大惨事。いやー、圧倒的なクズですね。気持ちは懲罰モンキーもよくわかります。競艇好きとしては競艇で全張りしてほしかったですね。その後新メンバーの加入や事業の変更を進める流れの中で一時チームのリーダーを降りることになりましたが、最終的には彼の熱量や人間的な魅力が伝わることで再度チームレッドのリーダーに復帰をすることになります。それでは本題の競艇選手としての実力はどうだったのか、ここからご紹介していきたいと思います。鈴木啓太さんは1988年9月生まれの23歳、静岡支部の選手でした。高校時代は野球をやっておりセカンドだったようです。やっぱりレーサーは他のスポーツをしていた人は多いですね。ボートレーサーを目指したきっかけは稼ぎたいという収入面に惹かれてのものだったようですが、いとこに大竹飛鳥選手がいたことも理由の一つだったかもしれませんね。レーサー試験3度目で見事合格し、2018年に124期生として養成所へと入所、2019年5月に浜名湖でデビューします。無事デビューを果たした鈴木選手でしたが、わずかデビュー3ヶ月で左肩を脱臼するという大怪我を負います。ボートレースは危険なスポーツですので怪我は仕方がないですが、デビュー後すぐにリハビリ生活は本当に大変だと思います。怪我から8ヶ月後の2020年7月に無事復帰します。その後デビュー66走目に見事初勝利、その時の映像がこちらです。1番吉田が3番一ノ瀬、4番池田、三つ巴の人気となっていました。 1-2-3-4-5-6 です。スタートを切りました。ダッシュ勢3艇がいずれも揃って好スタートです。仕掛ける4号艇池田博美、4角からまくり切った。5号艇はいい展開まくり出し、6号艇もまくり出し、スパーッと鈴木啓太入ってきた。さあ鈴木啓太が入ってきまして、これは水準差あるんでしょうか。スタートは前提正常でした。6号艇4号艇突破争い、半歩リードは6号艇の鈴木啓太、外4号艇の池田博美、内側5号艇の新出浩二、あとは3番2番1番追走です。さあ5号艇が6号艇にプレッシャーをかけていきますが、跳ねのけで6号艇が先前を決めていく。5号艇は北見の中、4号艇も遅れました。追着おめでとう五輪。6番の鈴木啓太、続いて5番の新で、4号艇の池田選手が展開を作ってそこを見事にまくり出しましたね。展開をついたとはいえこの勝ち方は強い勝ち方だったと思います。今後活躍が期待できそうだと思われた2022年2月、急遽引退。最終成績勝率 2.83、 1着回数10回、同じ登録124期25人中18番目という結果でした。ノンタイトル内でボートレーサーは稼げても1億円だからもっと稼ぎたいということを参加理由として挙げていましたが、もしかすると大きな怪我の影響や厳しい減量生活の中で摂食障害になってしまったことで引退を決断せざるを得ない状況だったのかもしれませんね。最新の動画で鈴木選手は出演しだした時とは比べ物にならないくらい素晴らしいプレゼンを披露してくれました。あのプレゼンを聞いて心を動かされた方も多かったのではないでしょうか。結果がどうなった
ったとしても今後の鈴木啓太さんの活躍を見守っていきたいですね。この動画が良かったと思ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。公式 LINE でも競艇にまつわる様々な情報を公開していきますので、ぜひ友達登録しておいてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。